はい、どうも皆さんこんばんは。久しぶりにですね、クッキングシミュレーターをやっていきたいんですけど、ちょっといい加減この、やかましい BGM 消えたってか、やかましいから、始めちゃおう、さっさと。こちらのクッキングシミュレーターシェルターというのをやっていこうかなと思います。概要はですね、セクター12へようこそ。主人公は美味しい料理を作って地元のキャンプの信頼を勝ち取ろうとする孤独なシェフ。住居者たちの物語、古びた通信衛星の修復に修復、敏感な舌の持ち主たちからの特別な注文が待っています。クエストを完了するごとに真の目的である家族との再会に一歩近づくことができます。突然変異の動物をたっぷり使った全く新しいレシピや今までになかった串を使った料理の技を習得しましょう。料理に必要な材料を確保するためには、突然変異動物を狩る技技術を得得して、植物を育てて地元のキャラバンと仲良くなることが必要です。はい、ちょっともうかなり壮大でやかましいんだけど、まあやっていこうかなという感じで。 BGM 戻ってくんな、やかましいんだよこの BGM で。なんで今更この追加コンテンツをやるかというと、やっと PC が新しくなったので、それでやっとできるようになりました。はい。で、世界観的には多分フォールアウト4とか、あとまあ北斗の剣とかみたいなのをイメージしていただけると分かりやすいと思います。それとも分からない人は北斗の剣の原作を全部読んできてください。はい。僕は見てません、アニメも見てません。北斗の剣は僕は知ってんだけど、ね。And two of the best moments in your life were the times your sons were born. One day, while out hunting, you were attacked by bandits. You managed to escape, returning to your camp only to find it looted and destroyed. The only sign of your family was a note left behind in your wife's handwriting. It simply read, "Find us."After a long journey, you finally come to Sector 12, a well-populated area near an abandoned and broken-down long-distance communication satellite. You discover a small shelter with a well-stocked kitchen, a good place to cook and sleep while you try to get the satellite dish operational again. 潤沢に資源が用意されたキッチンを見つけたので、そこで生活していこうという感じだと思います。シェルター拡張版へようこそ。ここまでの旅路は長く厳しかった。だがこの不毛な荒野では一息つく間もない。再び旅に出なければならないのだ。今回は通信衛星のパラボラアンテナを目指して、シェルターにある装備の状態が目指して、とここで切ってんのか、ごめん、ちょっと見えてなかった。シェルターにある装備の状態がいいのは幸運なことだ。道中必要なものを準備するのに役に立つだろうと。さあ、タブでハンドブックを開くことができるんですが、ここでねレシピを確認することができるらしいです。はい、左下にパッと出てきましたね。これね、シェルターのやつはちらっと触ったんだけど、あまりにも前の PC じゃ重すぎてできなくて、撮影することが困難だったので、はい、よし、じゃあやりましょうか。いつも通りのクッキングシミュレーターを。で、缶詰肉をここに置いて、で、バーベキューソースを持ってくる。これ2つしかないってことは、いつもみたいに割ったら大変なことになりますね。後々ちょっと、あれがねえ、これがねえって騒ぐことになると思うわ。まあ、しょうがないよね。そういうこともやっぱあるからね。しょうがない。はい。で、串を取って、缶詰肉をぶっ刺します。保存中じゃないのよ。で、グリルの上に置いてグリルのスイッチをオンにします。60秒数えましょう。1、2、3。これ待って、まあいいか、特にタイマーとか、やべえ、設定してなかった、やべえ、ちょっと待って、あ、タイマーここにあるわ。まあいいや、多分焼き切っちゃっていいってことだよね、多分。うん、そんな感じがするね。あ、すげえ、自動で回ってる。いいね。こういう、確かに串焼きでやる感じの料理は今までなかったかもね。よし、まあ、タイマーっていうのはあったかくしとけば勝手に動くでしょ、知らんけど。
もうちょっとかな。てかその間にバーベキューソース 10ml をボウルに注ぐとか書いてあるけど、まあそんな器用なマルチタスクは僕にはできないのでやめておきましょう。はい、オフにします。で、お皿、ボウルってどれ、ちょっと待って、ボウルってどれ、バーベキューソースだよねこれ。これか、ケバブ皿、ケバブをお皿に乗せる。で、あ、で、この皿を、ここの上乗っけて、ボールこれか。で、ボールに、バーベキューソースを、ちょろちょろっと。うん、うん、ちょっとあれだな。あ、やべ。いつもの癖でやっちゃった。まあ、いっか、そういうこともあるよね。え、入れすぎバカだれ。で、化合物をピペットで吸い上げる。あ、こういうので吸って 20ml だからもうちょいか、いやマックスまでか。で、ピペットにケバブで、んピッ、ちょあのさ、一点にしかかかってないんだけど、ピペットには他にもいろいろな使い方がある。ボトルから直接取ることとかもできますよっていうあれですね。ピペットは壊れないらしい。で、料理を出すらしいな。誰にだよ。はい、保存中。ちょくちょくあれだね、自動セーブが入るね。で、次グリーンマッシュルームスープっていうのを作らないといけないんだ。だし汁、700ml を鍋に加えるところから。めんどくさ、くそ、自由にできねえ。いいんだけど。これを 700ml。 ふん、あれなんかちょっと多かった気がする。まあいいか。で、じゃがいもを150加える。もう何これ、ゴロゴロのまんま入れていいの？分かったよ、俺このまんま入れるよ、知らないよ。で、グリーンマッシュル、あ、これあれだね、鍋持って、そう、あのチュートリアルにもちゃんと出てるんだけど、鍋持って直で入れるタイプのやつだ、これ。 100g だから2つ。で、鍋をコンロに置く。これ便利だよね。なんか物持ってるとそこに直で入れてくれるっていうシステム。で、スープに火をかけてる間にクリームを取ってくる。あー、めんどくさ。何これ、サワークリーム、なんか可愛い子供の絵が描いてあるけど。で、クリーム、あ、まあ仕上げにかけるって感じかな。サボテンオイルも必要と。サボテンオイル俺さっき使わなかったっけ。これ貴重な一本かな貴重な一本かな。多分これもサボテンオイルって名前だった気がするけど、まあ気にしてもしょうがないよね。事故はつきものですから。これ冷蔵庫にしまい直すとかはできない。まあ別にいいか、このゲーム鮮度とかないしな。たとえ常温になって絶対生臭くなってるだろうなっていうあれでも大丈夫だったりするからな。あとで使おう、このだし汁に関しては。あと 200ml もないけど。で、じゃがいも以外に火が通ってきたら火を止める。じゃがいもにも火通そうぜ。中身を混ぜる、ミキサー、はい、よいしょ。じゃがいも以外はバラバラになりましたね。これじゃがいも大丈夫？じゃがいもちょっとあれかもしんないな。ちょっともうちょっと火つけておこうか。これだからあれだよね、茹で上がったやつを温めるやつってことだよね、多分ね。あ、そっか、さすがにボールは割れないのか。よかったね、プラスチック製で。プラスチックかわかんないけど、まあ、とりあえずまだ温めとくか。混ぜるって、多分、じゃがいもが混ざってないっていう話だよね。やっぱ切らないとダメだったかな。でも包丁っぽいのないんだよね、この辺。この辺っていうか、この姿勢あったわ。まあ、どうせミキサーにかけるんだから、切っても切らなくても一緒でしょ。大丈夫、大丈夫。じゃがいもって生でいっても死にやしねえから。あれ、大丈夫なんだっけ。
まあいいか。食うの俺じゃねえし。すごいな。タイマーがちゃんとある。これあれだね。この前やった、あれみたいな感じだね。なんだっけ。クッキー作るのあったよ。なるほど。当たってなかっただけか。で、クリームを 50ml 鍋に加える。これじゃあ、じゃがいもを完全に潰す必要はなかったってことかな。もうちょいバーって入れちゃうか。えい。はい、今度は完璧。これはもう、サボテンオイルを 20ml 鍋に加える。これ貴重品だからな。ちゃんと使わないとまずいぞ。ほい。ちょっと、踏むと怖いんで、さすがにあれですね。もうちょっとだけ、あれしましょうか。深皿を用意して。てか、さっきからちょくちょく右上にお金の表示出てるんだけど。お酒じゃない、お金だよ。で、お玉で 300ml だけ要素らしい。お玉ね。これ一杯が150らしいです。お前手長えな。手長えな。で、まあ、お玉は鍋の中にポチャってやっといて、後で食べましょう。食べんのかな？はい。で、ああ、これで買ってくれるんだ。商品を。なるほどね。お、評価マックスじゃん。さすが、レシピ通りにやるとちゃんと美味しい。今、遊ぶ余裕ないからね、正直。荷造りを終え、放送局を目指し、シェルターから旅立つ。家族を見つけるためのか、ための、か細い、最後の希望だ。一歩踏み出すごとに長きにわたった旅が思い出される。 As you approach the station, you pray that the radio was working. You get inside the building. 急いで施設の中へと足を踏み入れ、無線機の元へ駆け寄る。治らないって絶望してる感じ。この施設が管理されていたのは幾年月前の話だという。電源を入れようとしたものの一向につく気配はない。しばらく経って足りないものは電力装置だけではないことに気がつく。ケーブルもマイクもヘッドホンも見当たる。なんかちょっと待って、今一瞬で消えた。完全に無駄で終わっちゃったってことだね。絶望と幻滅を心に抱き、通信衛星から離れる。物思いにふけったせいで遠くから鳴り響くエンジン音を聞き逃してしまうところだった。水平線上にキャラバンの一団を捉え、弱々しい希望の光が心に。キャラバンから必要なパーツをそらえ、もうザあ読めるか。読めるわけねえだろうな。ええの、ちょっと見切れてますね。まだかすかな希望が残されている。セクター12の他住民に他の住民に接触する方法を探せばいいのだ。そしたら必要な部品を手に入れることができる。帰り道、荒野を旅するキャラバンを見たはずだ。あのチャンスを逃す手はない。袖をまくって何か特別な料理を作ろう。彼らが未だ目にしたこともない、目にしたことも食したこともない何かを。キャラバンの心をつかむにはまず胃袋をつかまなくてはと。なるほど、なるほどね。恋焼き、恋串、恋だよね、悟ってね。はい、魚にミントを振りかける。魚を取り出して、ミントを振りかけられねえな。魚はあるんだ。ちょっとこういう汚いところでやろう。綺麗なところでやるような料理じゃない気がするわ。あれ、どっか行った。あれ、あったあったあった。変なとこ引っかかんのやめて。おいっとな、ちょっと重いな。レシピを参考にして作った化合物を魚に振りかける。え、どういうこと。レシピを参考にして、はあ、サボテンオイル 10ml、 マスタード5、サボテンジュースちょろっと。まあ何食っても一緒でしょう。これ怖いな。あー、やめてくれやめてくれ、割れないでくれ、頼むわ。人間って腹減ってる時何食っても美味しいって言うらしいからね。知らんけど、そうなんかな。俺そこまで究極状態に追い込まれたことないからわからんわ。
あとがサボテンジュース。何それ、これ、これ水だよ。あ、これか。サボテンジュースってさっき出したっけ。出したよね。これオイルだよ。え、ジュースこれだよね。こっちかけるか、せっかくだし。あ、違う。あ、違う、俺サボテンジュースかけたよな、そういえば。あれ、あと何。あ、オイルか。オイルがなかったんか。違う、オイルで合ってたんだ。ごめんごめん、俺の気のせいだったわ。で、オイルをかける。はい、はい。なんか裏面全然味ついてなさそうだな。まあ表面だけこんがりやってる、焼いてれば大丈夫でしょ。今度こそ松明使おう。1分。あ、でも1分じゃダメだよ。だってもう1分じゃないんだもん。これな、 WASD だからな。30秒くらいでいいか。設定、投げる。すごい。片面だけ絶対に味ついてないのが、はっきりとわかる。何このさ、このさ、ちょっと片面だけ白身みたいになってるけど、大丈夫これ。真ん中で焼こう。さあ、あ、いける？やっぱ。うるせえ、うるせえ、うるせえ、うるせえ。待ってて、今味付けしてんだから。これ、裏面も味付けいけるんとちゃう？あ、いけねえわ。なんか全然色変わんねえ。うるさい。早いよ、なるの。よし、オッケー。で、料理を皿に乗せて、大丈夫なんだろうな、こんな料理で。俺は知らねえぞ。責任取らねえぞ。今まで食べてない、食べたことない、かっこまずすぎてみたいな、ないよね。大丈夫だよね、そういうの。ネズミ、やべ、なんかとうとうそれっぽいの出てきたわ。ネズミに、バーベキューソースを振りかけて、衛生環境最悪。振りかけて、で、ここで焼くと。じゃがいも、じゃがいもも焼くの。ネズミのフライドポテト添えって書いてあるな。ネズミじゃなかったら最高なんだけどな。包丁使うの久しぶりだな、このゲームで。いや、相変わらず切るのがうまいですよ、僕。サボテンオイル。やべえな、これサボテンオイル。足らなくなるんじゃね？あ、かけるか。あ、あ、鍋に加えんの？ごめん。見てなかったわ。鍋。で、サボテンオイルをドバーッと。で、鍋をコンロに置いて、点火！大丈夫なんでしょうね、これ。あ、すごいなんかジューシーな音だけ聞こえてくる。ムカつく。ほっ。よっ。いいな、こっちの音いいな。なんか食欲そそられるよね、こういう音。で、じゃがいもさんの火を止めて、お皿に多分盛り付けるんでしょうね、きっと。ベーシックなお皿で、汁ごとやるか。味薄いかもしんないからな、バーベキューソースだけじゃ。多分怒られる。あ、ホットプレートオフにしないと。これホットプレートなんだ。ホットプレートって呼び方なんだ。で、よいしょ。
うい、載せたよ。さあ、真面目な話がさ、このゲームまともにやらないと盗まねえんだよな。いや、結構まともにやってますけど、いつも。てか、まともですけど、僕の料理は。何言ってるんですか、まともじゃないですか。はい、オッケー。皿に乗せたよ。乗せたけど進まないよ、このゲーム。ちょっと待って、大丈夫これ。じゃがいもがまだ足りなかったみたい。大丈夫本当に。ちょっと、このゲロみたいな油の中に、あれだな。多分いらんもんが入ってるな。あれやっぱ入ってないよ、かぼちゃ。かぼちゃじゃねえや、じゃがいも。ん、お皿がダメ？ちょっと深皿の方が良かった？踏んだか、これ。え、なんかレシピ通りやったのに、盛り付けらんないんだけど。なんでだ？おかしいな。俺でもレシピって言葉はわかるんだけどな。はい。え、なんかさ、反応しないんだけど。あ、うん、え、ね、え、なんか作り直しになってる、これ。ちょっと待って、怖いんだけど。ポテトと、ネズミを、皿にの、乗りました。わ、なんか、バカがいた。なんて日だ。いや、小峠やめろ。なんていい日なんだ。君が古いアンテナのところから戻ってくるのを見かけたよ。諦めずに修理しようだなんて、だいぶおかしな人だね。でも、おかしな奴ほど商売相手にはもってこいだ。ミラランと呼んで、私がこのキャラバンの主だよ。主ですね。はい。セクター12に食料や必要な道具を提供しているんだ。美味しそうな料理を作ったんだね。ちょっと交換しない？大丈夫かな。いい取引ができてよかったよ。これが取引の概要だ。流れ物にしちゃ悪くなかったな。誰も食中毒にならない。マジで？え、嘘。え、大丈夫？食中毒にならないところがネックなの。ちょっと待って、詳細見えないんだけど。ここで客が書いた評価が読めるよ。毎日ね、喜んでネズミを食べる奴らにしちゃ辛口な評価もあるかもね、と。そりゃ辛口でしょうよ。星1個減ってる。なんかマイナス10になってる。温度だけ完璧。ネズミ肉は多すぎ。じゃがいもは、下手な食材カットテクニックって書いてある。あ、ちょっと待って、そこだけ？注文あんのそこだけ？マジか。だいぶ下狂ってんな。サボテンオイル、マスタード、バーベキューサボテンソースジュース、多すぎ。はい、しら。文明と国家は衰退したかもしれない。だけど、取引は未だ盛んに行われているわ。金さえあれば買えないものもないほどよ。食材以外のものも喜んで受け取るけど、運ぶのもタダじゃないから、あまりいいねはつけられないよ。ある人にとってのガラクタは、別の人にとってのガラクタか。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。荒野で一番いい寿司品揃えてよ。ちょくちょくチェックにする、しに来るといいよ。でも盗みはやめときな。それと返金はしないよ。わかりやすくするもん。もういいや、これは。いいや。今積みそうなのは、サボテンオイルがあれなんで、サボテンオイルだけ3つくらいちょっと買っといて、なんか欲しいのもあんのかな、食材。そうだね。特になんもない。あ、缶詰肉売るってこと？これ。いいのかな、売っちゃって。え、やだ、俺ちょっと缶詰肉後で料理したい。買い直しだ。で、スパイスはミントが売ってんのか。ミントまだあるよね。まあ、いいか。使用済み品じゃ嫌だってことだろ。グリーンマッシュルームの苗とか。弾薬とライフルとか売ってる。私たちの食料を交換するつもりなら、狩りの道具が必要。ああ、売ってるから買ってきなさいって話。弾薬はちょっと買えるだけ買ってもいいですか？すいません。僕、クソエイムなんで。最近、マウスくんの調子も悪いので。見たらわかると思うんだけど、動画を。マウスがちょくちょく瞬間移動してるでしょ。それマウスのせいだから。カーソルがね。セクター11の料理人から買った役に立たない紙切れだよ。レシピのようだし、私には使い道がないから買っておくといい。あ、自動カッターの容器とかある。買っとこうかな。容器だけ買っても意味ないんだけど。え、これ。この辺すげえ気になるんだけど。
ちょっと苗系結構買っとく？がっつり。トマトとか人参とかさ、育てられるんだろうから。あとなんだ？ T を押すと進む。これで全部だ。有意義な一日だったね。君にとって。いつか私たちにもっと素晴らしい料理を振る舞って、今日のささやかな投資に価値があったと思わせてよ。あーだね。もう行くとするよ。君は早く仕事に取り掛かった方がいい。苗は育てなきゃいけない。植えなきゃ育たないし、変異ネズミにしたって自分から鍋に取り込んでくれるわけじゃないからね。あー。了解？チンチンじゃない。おい、これなんだよ。手元のこれなんだよ。いらねえよ、バカ野郎。引き渡し完了。外に出るって書いてある。おー、自動カッターの容器だ。注文を受注？受注？なんかあれかな、箱取るだけでいい感じかな。したら外行ってみますか。うわ、荒廃してる。あ、ライフルだ。リボルバーみたいな感じかな。右クリックで狙いを定めて、左クリックで撃つ感じだね。これでやるか、的の練習。あー、そういう感じ？なるほどね。オッケー。じゃあネズミを借りに行きますか。出らんなくない？こっから。どうやって出んのこれ。あ、ボタンを押すと出れるみたいな。自由に探索できる感じではないのか。あれ、当たんないでしょ。当たったわ。やべえ、すっげえまっすぐ飛んでく。これ弾こんなにいらんかったかもしれん。で、武器は棚に戻すと。ああ、なんかそんな探索できるとかじゃないんだ。まあそういうゲームじゃねえしな。チチチチチチ、アップグレードとかもあるんだな。ちょっと待って、エイムが定まらないよ。あー、モールラットみたいな。いたよね、フォールアウトにもこういうの。サイトにさえ合わしとけばなんかちゃんと飛ぶ感じだ。突然変異のネズミが少なくなる。乱獲しすぎだって。怒られましたね。突然変異動物を買った後、肉は自動的にスポナーに加えられます。ポーナーか。変異動物の個体数を急激に減らすと、個体数が自然に回復するまでには時間がかかります。今の状態だね。殺しすぎですよっていう感じ。蜂に狙いを定めて、あー、好きなところに植えてねって感じか。じゃグリーンマッシュルーム以外にもちょっと植えとく？これ何？水か。水が必要なのがやっぱ。だ、水は基本的には料理に使うってよりは、あれかもしんないね。セロリちゃん。セロリちゃんなんかどっかに入んない？入る入る。植えられるところも物によって変わる感じか。ニラネギとかちょっと気になるな。よし。で、水をあげると。どんくらい？ 1 個につき 100ml だって。えぐ。ちょっと待って。これ1リットルしかないからね、このペットボトル。割と量多いように見えて。嘘だろ。で、とりあえず水だけくれてやればいいのか。あー、なるほど。こうやれることは多そうだな。んで、取り除いちゃった。どうするんだ？左クリックか。左クリックで植える感じか。オッケーオッケー。で、そうだね。苗にある液体の種類が植物に影響を与えることはありません。すべての苗は一夜で成長します。翌日にチェックして収穫するのを忘れずに。植物を長時間ほったらかしにすると怪物に変異しますのでご注意ください。それ困るな。これあれか、なんか 35% とかって出てるの、そういうことか。
嘘だろ。よし、じゃあ1日目はこんな感じで終わりにするか。家族の写真とかってないのかな、どっかに。絵はあるけど、なんか嫌だな。こういうのってちょっと見るだけで悲しくなってくるよね。裏になんか書いてたりしない？しないか。こういうのってさ、粗末に扱いにくいよね。ちょっと待って、難しいな、元に戻すの。こういうのって私なんか本当に重要なものなんだろうなっていうか、大切なものなんだろうなって思うから粗末に扱えないよね、本当。いやマジちょっと心苦しいな、本当に。よし、じゃあとりあえず1日目は終わりにしますか。3日目って書いてあるけど、うん、そんな感じで終わりにしましょう。また次回ね、お会いしましょう。ありがとうございました。なんだかんだ30分やってんだな。